村田では事業活動で使用する電力を 100% 再生可能エネルギーにすることを目指す国際的なイニシアティブ RE100 に加盟しています。2050年までに事業活動での使用電力の再生可能エネルギー使用比率を 100% とし、社会価値目標の達成、持続可能な社会の実現を目指しています。村田製作所の気候変動対策3つの取り組みをご紹介します。まず再生可能エネルギーの導入です。太陽光パネルに加え、工場設置としては規模の大きい蓄電池を導入。発電するだけでなく、蓄電池と制御技術を使って再エネ導入効果を最大化する点が特徴で、多拠点への展開を進め、グループ全体で再エネ利用率 100% を目指します。村田は三菱商事株式会社から7万キロワット、株式会社レノバから6万キロワットと、合計13万キロワット規模となる再生可能エネルギー由来の電力価値を調達し、再エネ化を加速させます。また太陽光発電電力供給によるグリーン電力などの供給に関する契約を中国電力株式会社と締結。自社オンサイト再エネなどを駆使しながら、2030年度までに中国地方の当社グループ生産拠点における使用電力の 50% を再生可能エネルギー由来の電力として調達を予定しています。そして2050年までに事業活動での使用電力の再生可能エネルギー使用比率目標を 100% とし、持続可能な社会の実現に向けて貢献します。次に省エネルギーシステムの導入をご紹介いたします。村田本社では AI プラットフォームと蓄電池連携制御によるビル全体の省エネルギーシステムを導入しました。室内外の温度や湿度、天候、機器の運転データなどを AI が解析し、空調の最適化を行います。機器の運転に一時的に出力が上がる際、蓄電池制御システムがアシストすることで省エネに貢献します。製造現場での省エネの取り組みとしては、冷凍機設備などの高効率機器への更新、排熱回収機の導入、設備待機電力の軽減、クリーンルームの加圧最適化による空調動力低減など、大小合わせて年間500から700件、4から7万トンの CO2 の削減の省エネ施策を継続的に実行しています。小諸村田製作所では無線センサで工場内の温度や湿度、各種設備の電流値などのデータを収集し、エネルギー使用状況の分析が可能なエネルギーマネジメントシステムを導入することにより、エネルギーの見える化による空調最適化、設備の待機電力低減から工場全体の温室効果ガスの排出量を 2.2% 削減に成功しました。また脱炭素社会実現のために、環境負荷の小さい水素エネルギーの利活用が進むことが予想されており、新しい挑戦にも取り組んでいます。安事業所では水素関連設備の導入を準備中、自社製の再エネシステムとの連携も検討中です。さらに村田の要素技術を活用して新たな可能性を探索しているところです。SBT 基準に適合する目標を新たに設定しており、いわゆるスコープ3、サプライチェーンの中でも間接的に排出される温室効果ガス削減についても社外との連携を図っています。温室効果ガスの排出量削減に向けたサポートも実施することで、仕入れ先様とともに将来的には再エネシステムや省エネシステムの提案も検討していきたいと考えています。近年、世界的な人口増加に伴い、資源の枯渇、廃棄物量の増加といった社会問題が深刻化してきています。村田は持続可能な資源利用を重点課題として設定しています。また長期ビジョンとして2050年度に持続可能な資源利用率
循環資源化率 100% を達成目標としています。事業活動における資源の持続可能な利用を実現するとともに、村田にしかできない価値の創出にチャレンジしていきます。